はい、皆様こんばんは。1月16日月曜日、325回しゃべくりマッスルの時間がやってまいりました。今日の松代はですね、やっぱりどこも同じだと思うんですが、雪結構積もっておりましてね、松歩きセンターの方来て雪かきをいたしました。で、今日はですね、龍泉寺さんの閻魔大王図拝観というのでね、こういうそのイベントを今日行いました。で、その時にですね、すごいですね、天気晴れてきましてね、太陽さん出てきました。まあ、そんな今日真っ白でございます。現在はね、やっぱりちょっと雪がまだ降ってますね。まあ、明日また積もるって、雪かきをしなきゃいけないかなっていう状態です。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白町豊坂にありますね、有限会社佐藤製作所代表取締役の、佐藤昭義さんですけども、よろしくお願いいたします。はい、初めにですね、佐藤製作所さんの場所っていうのをですね、ちょっと会長さん説明していただいて。はい、はい、ここが松代高校。はい、松代高校から地蔵の方へおおよそ100メートル、はい、300メートルか、はい、ここに信濃33番札所の7番札所、はい、無臭多観音というのがありまして、そこへ登っていくここの木差しのところで、はい、創業をしていました。はい、今から、40年ほど前からですね。はい、で、最近工場が狭くなりましたので、はい、その下へ今1000坪ほどの工場ですけど、はい、今新しく土地を求めて、はい、新しい工場を建てました。建てましたね。はい、はい、これが一応前の。そうですね。はい、はい、はい、で、これがちょうど無臭多観音の登ってる観音さんのこの階段ですね。はい、で、はい、こちらが新しいところという形ですね。はい、はい、そんな形です。そうしましたらですね、まあ、今回お呼びしたのもですね、まあ、佐藤さん、長野商工会議所真っ白支部というところに一応入会入っているという形ですね。はいはいはい、まあ、商工会議所のこの支部頼りというのはちょっと私どもいただいたのでやりましたけども、一応こちらの方の代表っていうんですかね、真っ白長野商工会議所真っ白支部、はい、支部長さんですね、はい、吉川さんになってますね。はい、松代金属の現在の社長さんですね。はい、ですね。現在支部長として2期目を務められています。あ、そうなんですか。はい、はい、そういう形で今現在やっております。で、社長会長さんの場合ですね、商工会所っていうか、この部会がありますよね。はい、この中の何部会ですか。今の真っ白支部はですね、11の部会、はい、建設工業、一般商業、はい、それからサービスと金融も含めて11に分かれた部会で、それぞれ、活動をしております。はい、その中の一つ、私は工業部会所属して、いろいろ質問させていただきました。はい、はい、で、今回ですね、まあ、9月の25日っていうかね、はいはい、当会議所真っ白支部の佐藤さんね、はい、代表会長さんが、これは、なんていうのかな、長野商工会議所の議員として業界の発展と地域の産業振興に尽力し、組織運営や事業活動が特に優良であったと認められ、関東経済産業局長賞を受賞しましたというんで、はい、いや、これがそうですね。はい、はい、まあ、私なんかただこの会議所のスタッフの皆さん、はい、それからさっきも申し上げました通り、それぞれ の歴代の支部長さんたちに、はい、大体ご指導いただきながら、うん、ただ勤めてきたということでありまして、そんなことはないと思うんだけどね。いや、30年近くは長いことは長いです。はい、なるほどね。はい、あれですかね、この総会の時にこうやって佐藤さん呼ばれましたよね。で、そういった時ってどうですかね、気持ち。その時の気持ちって。いや、それは非常に名誉なことでもありますし、まあ、本当に、皆さんのおかげで、うん、続けさせていただいた、うん、そのご褒美かと思っておりますので、ね、私なんか何もお褒めいただくほど何もやってません。そうですか。はい、それからね、28年の10月にこの感謝状っていうのももらってますわね、これね。これは日本商工会議所からもらってるって感じですから、とにかく、うん、
去年の6月7月以降、はい、毎月あの4回連続でなんか大きな賞状をいただきましたよ。あ、そうですか。これは とにかくね早くやめろっていうことかと思ってようやくあの気がつきまして、まあいずれにしてもあの、うん、次の若い人に、はい、あの道を譲らなくちゃいけないってことは確かと思います。なるほどね、はい。まあ、いろんなこの、まあ、表彰状をいただいたりとか、まあ、こういうあの、ね、真っ白支部でいろんな活動もされてるっていうんで、うん、はいはい、これ見ると親睦会もね、うん、やってますしね。会社内でそれぞれはこの11の部会があるわけですけど、うん、その部会対抗の活発だね。そうです。さらにそれで、うん、あの私たちこの工業部会は、うん、研修旅行といいますか、うん、あの毎年1回、1泊か2泊で、はい、それぞれ先進工業地域の研修視察に行ってまいります。行きます、うん。韓国へも視察に行ったことあります。そうですね、30人くらいは毎年参加してくれますので。あ、そうですか。これ松島だけのこの規模でですね、うん、あの長野本所の会議所よりも非常に松代さんはあの活発に活動しているということで、非常にあの皆さんの注目の的でありまして。あ、そうですか。これもあの全部で 何件ぐらいあるんですか、工業部会。およそ50件くらい。そんなにあるんですか。最近あのだいぶその後継者の問題なんかで減ってはいますけど、まだ40数社は加入しててもらってますね。まあ、それだけあると私ら知らないわ。ああ、ね、そうですね、うんうん。でちなみにあの佐藤製作所さんというのは何を作ってるのかっていうのをちょっと説明していただいていいですか。ですね、うん、中野というものなんですが、今ここへお持ちしましたが、はいはいはい、これは何の部品なんですか。これはですね、うん、ディーゼル車のターボチャージャー、うん、排気ガスとかね、うん、利用するということで、今最近あのハイブリッドとどちらがいいかくらいにあの注目されてる、部品なんですね、これはあの、金型へこの砂と、うん、それから硬化剤を混ぜたものを、うんうん、あの圧力をかけてその、はい、金型のキャビティ内へ吹き込むわけですけれど、これがそうだね、これが金型ですよね、はい、まあ、かなりの今のこの成形ということはあの圧力をかけて、うん、金型の中へ吹き込むわけですけれど、うん、今の従来の方法ですと6圧くらいかけないとなかなか成形できないんですけど、うん、実はその、あの、後でお話ししますが、その UFO に関わる皆さんとの、うん、お話の中で、はい、特殊なこの成形方法を考え出したもんですからね。なるほどね。先ほど今 UFO って言いましたけど、はいはい、長野市ものづくり支援センター、はい、これ信州大学工学部の中にあるですね。そうです。ここへ行って勉強したんだってこと。勉強というかね、あのたまたま声をかけていただいたわけですから、実はあの私高校卒業するときに、身体の工学部へ行きたいと言ったら、はい、時の担任 の教員がお前のこの学力では、うん、受験料ももったいないから行っちゃいけない、まあ、そうにまで言われちゃったの言われたんですよ。それでとにかくいつもはこの若さとの前でを取るときはですね、うん、ここへ来たかったんだけど残念だなという思いでずっといたんですけど、あれから50年ほどしたら、うん、とにかく産官学一緒になって、はいはいはい、ものづくりをしないといけないと、うん、その文部省からの、うん、お達しで、はい、とにかくあの民間の人も一緒に入ってもらって、うんうん、信頼 の工学部を開放するから、はい、ここで勉強会をしませんかというお誘いいただきましたもんですからね、うん、まあ私にはもうこの上ないあのチャンスかと思って、すぐにあの手を挙げて、なるほど、私も行きたいと、うん、そしたらあの工学部長さんから、うん、教授の皆さんからね、うん、あの真っ白に
あの住まわってる人が3人ほどいたんですね、真正から。あ、そうですか。でその前にもその会議所のこの活動として、いろいろ勉強会を開いてるもんですから、その時にその今の工学部長さんの山田先生を2、3回町の会議所でお呼びして講演会をやったりしてたもんですからね、いやそれでとにかく大学側もよくおいでくださいましたって言っていたいもんですから、非常にあのよかった、そうです、なるほどね。まあ、結局 あれですから、その今言ってたここへ入れるその先端の部分が特許みたいなあれなんですか、産学官の、成果みたいになるの。はい、どうしてこういう原理が、私実はその特許を取れた時にその全公開した時に、それこそ大手一流企業から、御社の研究開発体制はなんて聞かれたもんですが、何しろ私は新大工学部ですって私はとにかく学歴はありません。とにかく研究開発体制なんてとんでもない話で、私は社長でもあるけれど、時に忙しければ現場をやり、あるいは納品もやったりということで、対応して本当 の零細企業でありますっていうお答えをしたんですけど、問い合わせてくるその大きな大企業の皆さんは、ぜひまた本社へ伺えてというようなことを言っていただきましたからね、ある意味その非常に運がよく、その整形方法は特許を取れたような気がします。で結局はそれでもって今作業効率はものすごくアップしたってこと。いやそうです、極端と思うんですが、だいたい製品によっては10倍くらいの速さで、だからハンネでやっても電気が出るなんてやるわけって。そうですか、いいね。それがだんだん今、韓国でも、真似するというかできるようになってきてますからね、同じところにずっと止まっていると、必ずその後から追いつかれますからね。じゃあそうすると今会長さん言ってたみたいに、やっぱりもう信頼と、ある程度はその3なんですかね、連携をやっぱり常にやっていった方がいいってことだよね。もちろんそうじゃないですかね。ですからこれから若い人たちには、特にこの UFO に関わってはですね、前向きにみんなで参画していって、どこかで必ず何かヒントになるようなことを、きっかけはあるはずですから。なるほどね。もちろんものづくりばっかりじゃなくて、今の話のその新大学工学部が今なんだっけあれ、牛乳から作るのなんて言ったっけ、ヨーグルト、ヨーグルト一生懸命作ってるんですからね、工学部が、何をあり得るんですかね。あれ、えのきのヨーグルト一生懸命作ってますよ、美味しい。そう、だから工業ばっかりじゃなくて、農業から何かでみんなね、そうかそうか、可能性のあるのを探ってるってこと。そうだから私たち工業関係でお邪魔していますが、農業やってる人でもいいし、皆さんに来ていただきたいと、新大側は言ってらっしゃるので、なるほどね、ぜひこの貴重な工学部の中にある今まで積み重ねた知識とか技術を、一般に開放するということなんです。なるほど、ね、特に入学試験はありませんっていう話ですので、そうです、入学試験あれば再度入学してもどうでそうです、私はおいでって言われば行くつもりでいますけどね。まああれですね、今後とも
まあ、その商工会議所含めて、はい、まあ、工業部会ですかね、まあ、そういったのを盛り上げていただければいいとは思うんですけども、ね、なんか澤さん思ってることっていうか、これから後輩にでもいいですけども、なんかあったらちょっと最後にお話しいただければ。いや、私は本当にもう認知症の入り口に入っておりまして次の日にああいうこういうなんていうの、やっぱり一気に症状を毎月毎月いただくってことは何だろうと思ったけど、本当にやっぱり次の人に道を譲れということであるかと思います。それで申し上げたいのはやっぱり特に真っ白の鍵師は昔から真っ白だけでずっとこう回ってきた鍵師ですのでね、はいはい、今いるその鍵師のスタッフの皆さんの非常にやっぱりこの鍵師に所属するメンバーの一つ一つの企業のことも理解しながら、うん、非常に経営相談、はい、だから納税対応とか、うん、それからそういった後継者問題ですね、はい、そういうことまで含めて、うん、非常に親身になって相談に乗ってくれますので、はい、そういったことでは地元の鍵師を上手にみんなで利用してもらえばありがたいような気がしますね、うん、なるほどね、はい、わかりました。まあほんの一旦しかお聞きしなかったんだけれども、あれですね、また皆さんで頑張ってやっていただければ、はい、いいかなというふうに思います。まあ、お体に気をつけてですね、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。三田さん、はい、素晴らしい。今日ね、私、うん、スイッチャー担当したからね、あまり内容をよく聞けなかったんですけど、素晴らしかった。そうですか、うん、それで素晴らしいって言われても困るんだ。いやいや、ね、内容はありますよ。そうか、はっきりとは話しない。そうか、了解、ね、今度は見学に行ってもらえると、ね、面白いよ。三田さん、案内して、うんうん、いいよ、大丈夫です。三田さんの案内でね、うん、じゃあちょっと見学、はい、私、豊坂だからそうちょうどいいじゃないですか。そうですか、そう、そうですよ。違うじゃない、勤めが豊坂だって言います。はい、ということで、はい、ぜひお願いします。今、寺松商家でね、2016真田十万石祭りの写真展、それとですね、今度は夢空間の方の関係なんですけど、水彩画で描く真っ白な四季カレンダーって原画展っていうのもね、今日からやってるんです。素晴らしい、はい、ぜひね、また見に行っていただきたいのと、あとはね、この原画をで、原画じゃない、カレンダーね、これをですね、この街歩きセンターでお売りしてるという形で、これ繊細なね、書き方なんで、ちょっとね見ていただいて欲しくなると思うんですけどね、まあ、1300円で税込みでお売りしてますので、今日からやってますんで、またぜひ見に来ていただいて、寺松商家ですね、食事をしたりとか、コーヒー飲みながらゆっくりやっていただければいいかな。美味しかったですよ、先日いただいた。あ、そうかね、寺松商家のコーヒー。またぜひまた次回もお願いしたいね、はいはい、そうですね、はいはい、はい、ということで予告、来週の予告ですね。来週の予告はね、はい、今あんずね、あんずおこわだとかやってますよね。今あんずスイーツで街を元気にっていうのでね、うん、このあれですね、 NPO 法人ハーモニーアグリーに所属してるね、土屋エリカさん、うん、この方をお呼びして、なるほど、うん、それとあとね、これを作っているね、あれですね、スイーツの研究会の会長さんである大当たり製菓のね、大当たりさん、この方来ていただいて、うん、はい、説明って言えばおかしいけど、いきさつみたいな話を聞くからね、これからどういうものを食べ、まあ
やれればいいかなみたいな形のお話をねちょっと聞くような形になります。うん、まあだんだんねいろいろと、あ、これも多分商工会議所の関係で、入ってきてるので、なるほど、ね、これは商業部会かなんかのあれかもしれないけど、これもちょっとお話ね聞ければいいかなっていうです、ね、そういうことです、そういうことです。あ、まあいろいろとねやってはいる。だからまあこれ大渡さんはそういった形もありますけども、今回は、ね、アンズスイーツという形でやりますので、はい、そんな形で来週はやればいいと。来週も楽しみですね。はい、そんな形ですね。でね、バーソナルでマガリオさん、あ、マガリオさん、マガリオさんね、はい、やっていただくようになります。そうです、そうです。はい、わかりました。そんなことでよろしくお願いします。はい、それでは来週のしゃべり松郎、はい、どうぞお楽しみに。楽しみによろしくお願いします。ありがとうございました。